朝の5時半からね、飲み、まあ5時ぐらいか。4時ぐらいか。俺飲み始めたの。うん。ふざけてるよな。ほんとよ。アル中カラカラ。ああ、でも、なんだろうね。こう、ふらふらとか俺しないんだよ。普通に、タッとかこう、ちょこちょこ、歩いて回るからさ。うまそうな水、うまいんだよ、この水がね。やみつきなんだよ。朝5時の酒うまいね、うん、これで今日も何の用事もねえ、うん、あ、そういうあれだな、うなちゃんマンと愉快な仲間たちがなんか言ってたな、もうちょっとあったかくなったらキャンプでもやろうぜっつって、悪くねえな。バーベキュー、うん、いや、そんな遠く郡上とかその遠くパンには行かねえよ、うん、配信、いや、まあ電波が届くかどうかの話だからな、焚き火をしながら語ってほしい。ああ、まあ。マーブルいつもありがとう。いや、俺はね、やっぱ山だな。山派だな。うん。海派の人もいるけどね。なんかよ、海っていうかよ、海だとなんか、ざらついちゃって嫌なんだよな。うん。出たマシュマロ焼きたいとか。うん。なんで外に出なくなっちゃったの？いや、昨日出かけてたよ、俺。うん。昨日は京橋の方に行ってたよ。うん。うん、俺もなんか、どうもなんか、さらっとしてねえから嫌なんだよ。うん。おっさんが集まってキャンプかよ。そう。うん。悪くねえな、みたいな。キャンプで食べる飯はなぜかうまいんだよ。まあな。うまいっていうか、まあでも酒飲んじゃうからな。それだからヒデちゃんよ、それは林間学校とかよ、中学生のレベルだんべ、小学生とか、カレーは飯盒炊飯とかよ、炊飯じゃねえ、炊飯か、うん、野郎だけじゃつまらんだろ、違うんだよ、野郎だけでよ、あのよ、ほんとよ、いい年こいたよ、野郎が集まるとよ、ほんとよ、喋ってる内容がよ、しみじみよ、パータローだぜ。マジで。ああ。
普段よ、その社会ではよ、なんていうの、まともな顔してるやつが、ああいうとこ行くと、本当ね、どうしようもねえ話し始めるからね。中学の時の男の、そうだよ、だからバルザックよ。だって俺ら中学校の時だって男で集まるとろくな話してなかったじゃん。もうあれがそのまんまなんかちょっと大きくなったみたいな感じよ。ところがね、そのね、下系の話はしない。実は。意外と。色の話はしないな。いや、中学生の時とかはさ、そういうのがあるから、そういう多感な時期だからあるけど、俺ぐらいの年になると、下ネタとか言うと、バカじゃねえのとか言われて、バカにされっから、あえてあんまり言わねえよ。就活の話、まだそのちょっと手前だよな。あとよ、体のどこが痛えとかよ、そんなくったらねえこと始まるんだよ。マジで、ほんとね、もうそんだんだよ。多くなる。マジで。体のどこが痛えとかさ。で、どこのあれだぜって、鍼灸師のところとかマッサージがあそこ結構うまいぜとかさ。もうダメだろ。そう、もうおっさんの話になっちゃってね。いや、俺よ、一発であそこ治ったね。だからみんな、だから、何何って興味を引くような話じゃん。同じなんか俺もよって最近調子悪くてよ、なんつってみんな始まっちゃうわけよ。俺もが始まるからよ。物忘れ自慢。もうケチよ、俺なんかよ。出かけるだろ。出かけてエレベーター乗って下でよ。で、もう一回家帰って、家戻ってきて、な、出ること多いもん。いや、手遅れっていうか、だから、指差し確認とか指折り確認をするわけよ。だから俺よくさ、コンビニに買い物行くときさ、4112とかさ、やるじゃん。タバコ4箱の、酒1の、ロックアイス1の、ね。あとは、淡麗が2本とかさ、4112とかで、もう数字でもう頭入れとかないとダメなんだよ。必ず何か一個抜けるからな。いや、だからさ、じじいは携帯メモとか使わねえんだっつうの。だからよ、それな、スマホにメモるんだろ。俺、基本ベースはね、4122なんだよ。タバコ4。酒1、ロックアイス2の淡麗2本。まずそこにあと何が付随するかなんだよ。お茶1本とか、
あとは何々がついたりとか。ここには書かない。それは会社員とか、よく、女子とかここに書く女の子いるけどな。記憶力がいいっていうか、いや、違うんだよ。この配信に関しては、バチンって昨日あの野郎あんなコメント打ちやがったなっていうのは、どっかの引き出しに入ってんだけど。だから、ボケはしねえとは思うよ、俺。配信やってるうちは。今はね、4箱から3箱ぐらいには減ってる。2箱半から3箱だね。ただ、4つ買っときゃ、まあ問題ねえな、みたいな。で、俺、タバコねえなって、なくなっちゃったかと思って、バッグの中とか探すと、どっかしらから1個こう出てきたりするから。あったあった、みたいな。4時間だと1箱半ぐらいじゃないの。2箱、まあ、行って2箱ぐらいだな、4時間だったら。だから、俺が1日の中で一番お金を使うものは何かって言ったら、タバコだな。俺、タバコやめたら結構よ、燃費いいぜ。マジで。やめれたらな、一番いいんだけど。朝早いで、ただしよ。銘柄はパーラメントの1ミリのショート。前はロングだったんだよ。だけど、俺根っこまで吸わねえから、ロングの意味がねえだんべ、これって思って。これショートでもいいんじゃねえの？みたいな。で、ショートにしたら、かな。でよ、リスナーからするとよ、1ミリじゃ吸ったって意味ねえだろって言うけど、俺さ、8ミリ吸っても、1ミリ吸っても、本数変わんねえんだよ。じゃあ1ミリでもいいじゃん、みたいな。で、意外とパーラメントの1ミリって、他の、銘柄の1ミリと違って味があるんだよ。そう、本数変わんねえんだよ、俺。だから、じゃあ別にショートでもいいかな、みたいな。その何ミリ吸ってるか、その各自いろいろあるだろうけどな、銘柄も。フィリップ・モリス。まあ、パーラメントも、これ多分、確かフィリップ・モリスかなんかを出してんじゃないのかな。なあ、みんな、アンチがこうやってさ、俺の放送をこうやって攻撃してくるってことは、相当俺のことは気になってるってことなんだよね。だってよ、考えてみりゃよ、邪魔は普通しないよな。相手にしたくなかった。いや、アイコスダメ。噛み臭くてダメ。逆にあっちは無理だよ、俺。ちょっと待って、閉するから。あ、いいや。ここ喜ん、まあ、病気なんだと思うよ、だって。だ、まともじゃねえもんだって。だって今何時だよ、この時間にこれだぜ。もうここがこれなんだよ。もうだからしょうがねえ。こういう奴らに何言ったって止まんねえから。ほっときゃいいんだ。日曜日は関係ねえんじゃない。こいつら毎日日曜日だから。
俺は嫌いだよ、こういうやつらは。だってこんなの現実社会ではまともに付き合えねえもん。だって頭いかれてんだから。うん。まともじゃねえと思わねえ、こんなの。だってこれをやってる姿を後ろから見てたら震えるぜ、俺なんか。うん。いや、俺と普通に会話してくれてんだったらそれでもいいんだけど、そんな気もさらさらねえし、何しに来てんのかまずね、わかんない。怖いよ、俺は。うん。正直。うん。ビビっちゃうよ、俺。明日映画、何見てくんのよ、アイスよ。うん。ブルっちゃうよ。口がとんがり始めたとかよ。うん。どうでもいいよ。ぶるっちゃうよ、ほんとよ。うん。やばいんだ、こいつらって。もうその認識でしかないよ。うん。いや、もう1時間連投してるからな、こいつら。うん。ファブル見た？面白かったべ、ここ。な。ふっざけてんだな、あの映画。俺、でもね、面白かったな。ザ・ファブル。うん。ヒラパー兄さんのな。ヒラパーのな。うん。猫舌最高。ああ。平方パークあるよ、全然。うん、普通に。ただ、やっぱほらよ、こう、なんだろう。そういうアミューズメントパークって今、全体的にさ、コロナが流行ってっからは、入場制限かましたりとか、うん。だって、あの名誉、オリエンタルランドがよ、一回閉園に追い込まれたぐらいだからな。USJ は今あれじゃねえの？マリオとコラボじゃねえの？よくわかんない。たまに大阪だからよ、流れるんだよ、CM が。うん。マリオランドかなんかのやつだろ？パラメヒコさん。うんってすごい。いや、でも、違うんだよ。病気の人が多いだけだから、俺んとこは。俺がお医者さんだと思ってんの。治してもらいたくてしょうがないんだよ。医者通っても治んねえ奴らだから。うん。そうそう、だから、あれ、ずらしちゃうんだよな、ヒデな。開演を。いいじゃねえか、ヒデ前に出たってよ。治らねえんだね、こいつらは。もうポンコツだから。ポンコツはもうしゃあねえんだって。隔離しねえとダメなんだ、これ。うん。でもほんとさすがよ、やっぱうなちゃんマンの放送だよな。こんなのいねえぞ、他の配信者で。見たことねえぞ。豚骨じゃねえ、ポンコツ。うん。な。俺もだから、他の配信者で、見たことねえもん、こんなの。やっぱさすが俺だよね。うん、このさばきというか、こういうので、へでもねえやって、もう慣れちゃってんだ、俺。うん。近いいらっしゃい。いやあとよ、最近よ NHK でよよくやってるのが配線のあるやつな。
知ってる？朝っぱらやってるやつ。3時半か4時ぐらいに。あ、お前が見てねえか。配線。要するに鉄道のよ、廃線になったやつの懐かしの映像がこう出てんだよ。SL とかよ。うん。ああいうの見るとよ、昔の人たちは、なんか、のんびりしてたな、みたいな。うん。のんびりし、だからよ、ああいうの見ると、昔の昭和の、その30年代とかよ、あの頃を生きてた人たちってよ、のんびりしてんだけど、パワフルなんだよね。うん。むしろよ、今のよ、現代人の方がなんか、力強さはないよな。うん。いや、俺はそんなパワフルじゃないんだって。うん。いや、まあ、俺はのんびりでパワフルではない人なの。うん。今日もあれ飲んじゃおうかな。気温がな、今日上がるんだったら、また花粉飛ぶべや。雨だったら別だけど、晴れてたらな、嫌だな。うん。うん？配信楽しみにしてます。うん、うんよ。もう見てんだろ。うん。ロムって見てんだべ。ああ、今日晴れか。飛ぶな、ほら。あ、終わんないよ、全然。うん。アンチの質が下がったよな。どうなのかね。もう行くとこがどんどんなくなってったんじゃないの？肝臓大丈夫だよ、全然。うん。なんだろう、こう、前は分散してたんだよ。その、いろんな配信者がいたから。で、どん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 こう減ってってるから、配信者も。で、新しいのがどんどん出てくるんだけど、そんなところでこんなことやったら、すぐもう、そいつやら、やめちゃうから。で、俺なんかはこう、何やられたってしぶとく残ってっから。うん。